ティフォージュは、フランス、ペードラ・ロワール地域県、バンデ県のコミューン。県北東部に位置し、メーヌイコール・エイコール・ロワール県と接している。それからサンジャン・ドモンへ向かう県道753号線が面積を貫いている。で、ゼルビエとは 18km、モンテーキュとは 16km、そレとは 20km 離れている。ティフォージュにて、 セーブルナンテーズ側とクリム側が合流する。かつてのティフォージュ上ティフォージュはゲルマン人、またはサルマタイ人発祥とされるタイフェリ人に由来する。タイフェリ人はローマから野蛮な民族とみなされ、5世紀に確立したローマ帝国の防衛に組み込まれた。彼らが西ゴート族と共にガリアに到達したのは412年である。11世紀のティフォージュは、 トゥアールシャク領に属し、12世紀には、ジョフロワド・トゥアールがこの地に城を築いた。村は、クリウム川沿い、塔を備えた城壁に守られた岩の路頭のふもとにあった。1420年、ティホージュは、ジルドレと結婚したカトリーヌド・ティホージュの持参金の一つとなった。15世紀終わりには、ティホージュ領主は、アンボワーズ家が継承する、トゥアールシャク領に組み込まれた。 ジャンヌ・ダルクと並んで戦った時代の後、ディフォージュに隠遁したジル・ドレはそこで、子供たちの殺害に手を染めた。彼は死刑を宣告され、公主刑にされた。カトリーヌ・ド・トゥアールは当時シャルトル博であった、ジャン・ニセイ・ド・バンドームと再婚した。1520年には、門の上に塔が建設され、ジャン・ニセイにちなみビダム塔と名付けられた。城は1569年に消失し、 1626年に直令によって解体された。1793年9月19日、バンデ戦争でバンデ軍最後の勝利となったトルフーの戦いで、白は役割を担った。参照元、1962年から1999年まで人口の2倍カウントなし。1999年までイヘス、カジニー、2004年以降は NSEE。 ありがとうございます。